はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は9月6日月曜日朝4時16分の相場解説でございます。いつもながらね、早朝にこの相場解説をしていくというね、このありさまでございますけども、私の相場解説のスタイルっていうのは、まあ朝起きてね、6時とか7時に、できればエントリーをしていただいて、お昼に確認していただいて、夕方にイグジット、利益確定なり損切りをして退場という、このね、スケジュールを呼吸のように行っていく、そんな5年間でお届けしてきました。5年間ついてきてくださった方はまあほとんどいないんじゃないかなと思いますけどもね。最初は再生数が、まあ、数百から数千人まで及んだこの FX の相場解説なんですけども、現在に至り、私の説明が悪いのかどうかもわかりませんけども、なかなか100人を突破するに至らなくなってきました。まあそのぐらいね、FX ってのは多くの人の関心を呼びますけども、その道についてこれる人はほとんどいないということなんですよ。で、その世界に飛び込んでこの動画を再生するわけですよね。だから片手間でやろうとかね、時間が空いた時にやろうみたいな方は駆逐されていきます。そうではなくって、 FX 中心の暮らしを送ることが前提になってきます。だから FX でね、お金を失う方っていうのは、いわゆるね、 FX に、まあ、命をかけれなかった、お金を注げなかったってことだと思うんですよ。カモになって終わりなんですよ。で、その覚悟をね、たまーにしていただかないと、FX はもしかしたら簡単にお金稼げるんじゃないかなって勘違いするかと思いますし、適当な FX 講座とかね、そういったコンサルにお金を払う羽目になっちゃうんですよ。あ、ですんでね、ご用心いただきたいと。私が常々申し上げているように、FX はまず基礎用語、基礎公式を覚えること。これは昨年私がまとめた FX の基礎講座の方に全て入っております。これをね、3ヶ月間みっちりやること。まあみっちりと言ってもね、1日1分ぐらいですから、できるでしょ。で、これを3ヶ月みっちりやって、基礎用語がバシッと入ったら、次に、フォーメーションを学んでいくこと。フォーメーションの中でも大切なのは4つありましたよね。ゾーンってやつとかね。テクニカル分析。いわゆるあの4つですよ。坂田五法もそうです。エリオットハードもそうです。この4つの手法をマスターすることによって、実践でほとんど負けなく稼げることになると思います。ほとんど負けなくというのはね、ちょっと語弊があります。私の目指すところは、4割負けて6割勝つ。その差額の2割で勝ち残っていこう、勝ち越していこうって形ですんで、誰にでも手が届くようにはしております。9割勝とうなんでね、そんな気はさらさらありません。ほとんどがエントリーの失敗のように見るかもしれません。でも、その捨てた4割のおかげで6割が生きる。この形をとってるんですよね。さあ今日もね、そういったことを前提に相場解説に入っていこうかと思います。週が変わりましたので、まずはね、週足の方から見ていきます。はい、じゃあ、こちらの方どうぞ。これが週足になりますけども、だんだん横ばいになってきましたね。もう一回おさらい程度にやっていきましょうか。ここから始まってますね。まずはここから始まって、エリオット波動がまず見えてきます。これも何度も行きました。エリオット波動につきましては講座を見ていただくか、ご自身で調べてください。推進波がここにあって、調整波がここから入ります。綺麗にエリオット波動ができてますね。こんな感じでエリオット波動が完成ということでございます。その後、エリオット波動というのは連続して起きることが多いんですけども、連続して起きずに、一旦このエリオット波動の頭を抜けたんですよ。頭ってのはここですよ。ここを抜けたんですけども、そこからね、勢いを弱めて、右肩下がりになってきました。そして現在は横ばいになっております。短いロウソク足に上から下に伸びる長いヒゲ、横ばい状態でございます。相場が迷ってる状態ですよね。ここから週足は横に向かうんですけども、横に向かって収束するということは、ブレイクして上か下に向かうってことです。これも繰り返しやってきました。ずっと私の相場解説に慣れ親しんでる方は、もうそれ言わなくていいよって話になってるかもしれませんけども、今日初めて見る方もいるかもしれませんので、繰り返ししつこく説明させていただきます。もう分かったよって方はね、離脱していただいてもよろしいかと思います。さあ、このエリオット波動、ここからどういうふうに向かうのか、それは細かい時間を見ていかないと分かりません。じゃあ次はデイリーです。はい、これがデイリーなんですけども、デイリーの場合はね、トレンド転換っていう話題からいきましょうか。ここ、ここ、ここ、ね、トレンド転換してるよっていうところですね。トレンド転換っていうのはずーっと上に進んでいたのが、今度は下一辺倒になり、今度それがね、またね、上一辺倒になる。そして、今度これがまた下に向かっていく。で、こっからまた切り替わっていく。で、こっからは収束といってね、上にも下にも向かずに、だん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 、こう、縮こまっていくってことです。で、横ばいになっていくっていうね、こんな形取ってますね。これを見てわかるのは、FX の相場ってのは、上がるのか、下がるのか、
釣り合って横ばいなのかっていう3つのパターンが考えられて、大体7割がですね、あれ、7割がこれに当たるんですよ。横ばいなんですよ。で、残りの3割で上か下かにブレていくんですよね。私たちが利益を取るのは、横ばいで上か下かを見極めて、ブレイクした方向についていくってことになります。次は4時間を見ていきます。4時間見てください。横ばいになってるでしょ？ね。こういう風にぐーっと入ってきて、上下に今触れてますよね。触れてますけども、だんだん分かってきたのは、だいたいこの辺りだよねってことなんですよね。で、まさに横ばいです。もともとはこんなに大きく一方的に進んでいたものが、反作用、こういうふうにね、巡らした挙句、横ばいって言ってね、ある程度のとこまでしか上に行かない、ある程度のとこまでしか下に行かないっていう形で、今後の動きが、まあ、予想されるようになってきたわけなんですよ。つまり、過去の値動きの積み重ねによって未来をある程度予想していくのが相場になりますんで、外れることもあるけれども、当たることもあるって感じですよね。だから、私たちは過去の値動きの本当に細かいところまで材料を見ていかなくてはいけないんですよね。それを簡単にしたものが、フォーメーションであるとか、ゾーンですとか、逆田語法という、こういったね、公式になってきます。だから覚えていかないと、まず何も始まりません。1時間を見ていきましょう。1時間ではエントリーする軸足になります。前回私がお話したのは、ここですよ。109円の915というところに線を引いて、ここを下回ったら、大きくセルにブレるよと。その前に一回上の方に一旦振り下ろすような形で上に上がるよって感じです。ね、その通りになったでしょ。上に振り下ろしてガーンと落ちてきました。はい。なんでこれがわかるんでしょうか。まずは109円の915にポイントがある。ゾーンが引ける。抵抗体があるってことが見抜けなくてはいけません。これはですね、大きく上に行ったものが大きく下に来ましたね。これほど大きく下に行くエネルギーがあったのに、なぜかここでピタッと止まっている。まずここにポイントを置くわけです。で、ここに来たら、またね、上の方に跳ねるんじゃないかなと思いながら見ていくと、案の定ここでまたね、同じようなことが起きたわけなんですよ。ね。で、もう一回念のために見ていきました。そうしたら、今度はここです。ここにぶつかって、また上に行ったんですよ。ね。で、これを見ていくと、この3点を結んで、横に一線ビューっとね、線が引ける。要するに、この、値動きを見ている投資家さんは、109円の915、いつもより意識してるってことなんですよ。だから私も意識することにしました。109円の915を割ったらね、大きく下に行くんではないかってことです。もしくは反発するかなんですよ。で、反発は今までしてました。で、反発で反転取りをするのは非常に効率が悪くてリスクが高いと。ですので、比較的リスク低くて大きく取れる、突き抜けたらそっちの方についていく、いわゆるブレイクの狙いを定めていって、そのブレイクの実現に今回はかけてね。で、予告までしたわけですよ。109円の915を割ったら大きくセルに行くよと。その前に一旦上の方に触れるよっていうふうにね、申し上げました。それが先週です。さらにね、もう一個念を押すためにこういうことも言いました。三角形です。はい、この形。こういうふうに三角形が描けているんではなかろうかってことですよね。ちょうど定規みたいな感じですね。丸を入れた。そうするとですね、上の方にはいろいろとブレるんだけども、下の方は横一線って形ができてるってことなんですよ。だからこの定規みたいな形が壊れた時ってのは、そっちの方に一方的に力がね、傾いていくってことです。はい、それをね、先週ずっと申し上げてきて、一週間まとめてみたらよくわかるよねって話なんですよね。はい、ではね、これからの値動きですけどもどうなるんでしょうか。私としてはね、これからまたヒントを探さなくてはいけませんので、このブレイクの後ってのは、どのように、値動きが進んでいくのかっていうのを冷静に見なくてはいけないのかなと思っております。まあ全体的には横ばいに入るんですよね。あの、日足の方見たでしょ？日足ってのはこれですよ。はい。横ばいに入りつつあります。ね。ここですよ。ここは横ばいに入りつつある。上の方にも行ってないし、下の方にも進んでないし、だん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 収束して今、横ばいになっているってことを申し上げました。ですんでね、この細かいやつも横ばいに行くという前提で申し上げるなら、こういう風に再度100円の915を割ってそこに絡むように動いていくんではないかなっていう風に、これはぼんやりと考えてます。本当にそうなるかどうかってことは、
月曜日の値動きをしっかり見る上で保管しなくてはいけません。以上ですね。今申し上げられるのはここまでです。はい、いきなり長くなりましたけども、大体ね、土日の相場がない後の月曜日っていうのはこういう風にしっかりと先週までの値動きを確認して、今週からどのように展開していくかってことをいくつか仮説を立てなくてはいけませんよね。で、その仮説を保管するために月曜日を実際の値動きを見ながら、あ、なるほど、仮説の通りだったね、もしくは仮説に修正が必要だね、もしくは仮説そのものが全然最初からダメだったねっていう風に判断しなくてはいけないんですよ。ですんでね、月曜日にいきなりエントリー入れる方っていうのはこの判断がすごく早くて、少ない材料でもきちんとエントリーできる上級者だということと言えます。私は上級者の中でもこうやってね、皆さんにお伝えする立場なんで、上級者の理論をいきなり教えてもしょうがないです。まあ、ですんで、誰でも勝てるようなところ、誰でも手が届くようなところから行きますんで、大体エントリーはね、水曜日とか木曜日に集中します。その代わり、その時にエントリーを同時にできた方はかなりの確率で大きく取れるんじゃないかなと思いますよね。逆に大きく取れる時しか私は放送しませんので、その他の場合でエントリーを独自にする場合は、それ相応のリスクがあると思っていただければいいんじゃないかなと思います。4割負けて6割取る。そして差額の2割で勝っていく。まあこれが私のスタイルですから、多分どなたにでもね、手が届くんじゃないかなと。逆に言えばね、いつも勝つみたいなのはこれ難しいんですよ。毎日のように相場解説するのは上級者のやることで、はっきり言ってその相場解説だけで、まあ年間でね、相当な年収が取っていけると、まあ1000万前後取っていけるような形になると思います。まあ、ですんで、そこまでの年収が FX で叩き出してないってことは、FX の力がいよいよないってことかなと。まあでもね、そういう方でも知識だけはあるのかもしれませんので、知識だけはもらっておくのはいいかと思います。その方の知識で、およそね、実現できていない体験に対してぴったりついていくのは、まあ危険と言わざるを得ないんですけども、無駄な知識はね、ほとんどありませんので、これは従うべきではないかなっていう判断も成り立つと思います。まあごちゃごちゃと申し上げましたけども、月曜日は今まで、今日ねお知らせした相場解説をしっかりとなぞっていって、本当にそうなるのかどうかを確認しながら火曜日のエントリーにつなげていっていただければと思います。火曜日にはね、一定の方向性とバイなのかセルなのかってことをお話しできると思います。火曜日にできなければ水曜日ですよね。水曜日にできなければ今週のエントリーポイントはほとんどないということになりますけども、まあ見るのも相場っていう時はね、そういう時に言葉が出てくるのかなと思います。エントリーして、ロスカットがあると思いますけども、ロスカットも予測のうちですからね。ですので、ロスカットばかり合う人、落胆するつもりはありません。落胆する必要はありません。ロスカットを設けられた自分に、やっぱりね、良かったと思えればいいんじゃないですかね。じゃあ、長くなりました。本日は以上です。